タイタンはマツダが販売する小型、及び中型トラックである。積載量1.25から4.5トン級の小型、中型トラックで、ディーゼル車、CNG 圧縮天然ガスエンジン車が存在する。1970年代後半には、電気モーターと併用のディーゼルハイブリッド車もあった。かつてのラインナップはすべてマツダ独自開発車用で、マツダの本社が存在する府中町の工場で、 生産されていたが、現在は自社生産を中止し、イスズ自動車からエルフの OEM 供給を受けている。二代目、タイタンの CM には、手塚治虫原作の鉄腕アトムが起用されており、後輪の泥をけにアトムが描かれていた。日本国外では、マツダ T シリーズとして販売されていた。初代から三代目までのタイタンはフォードへ OEM 供給され、 主に、オセアニア地域において、ホードトレーダーの名称で販売されていたほか、2000年代後半に、北米地域において4代目を元にしたキャビンを装着したトラック、ホード LCF が生産されていた。松田独自開発時代の 4WD 車の特筆すべき点は、このクラスの通常の4輪駆動車だと、作動装置の存在により、キャブステップ高及び、 キャブ全項が上がってしまうことが多いが、タイタンの場合は、キャブ内に作動装置を食い込ませることにより上がることを最小限に抑えている。ただし、食い込ませたことにより、全席間が高く盛り上がり、シートを設けることができなかったため乗車定員が2名となっている。初代タイタン後期型韓国のキア自動車でも全く同じ名称で1997年頃まで、 ライセンス生産されていた。前期型、中期型、後期型このタイタンには、キャンターやアトラスといった競合車同様、ウォークスルーバンが存在した。ウォークスルーバンは丸型二頭のヘッドランプが特徴であった。インドの SML イスズではこの型とパークウェイをベースとしたバスや、救急車が、マツダとの関係が解消された現在も生産されているが、2015年6月現在、 SML ブランドだけではなく、イスズブランドでも生産されるという日本とは逆の状況が発生している。3代目後期型カスタムグレード4代目イスズエルフ、松田タイタン5代目6代目2007年1月、登場型。ありがとうございます。